はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。昨日からですね、後半戦始まりまして、まあ、オールスター明けですね。まあ、実際、まあ、後半戦って言っても、もう、だいぶもう、なんていうか、半分はもうだいぶ過ぎてますね。あと50何試合ですから、もうあっという間に終わっちゃうっていう感じだ。まあ、ただまあ、毎年そうですけど、8月ぐらいってやっぱりこう、なんていうんですかね、ボリュームがこう、なんていうんですか、こう、密度が濃いというかですね。やっぱり4月5月と違って、やっぱ8月9月っていうのはその、まあ大詰めということでね、やっぱりその重さがあるんで、やっぱりこう、比重はその辺8月9月ね、こうガッとありますから、まあ、なんて言うんでしょうね、密度で言うと、まあ後半戦っていうね、言い方でいいのかな、みたいな感じですよね。で、まあ阪神の場合はね、甲子園球場高校野球にこう明け渡しますから、まあこの時期はこう、甲子園は使えないということでね、こう、ビジターが増えるということで、ただまあ今まではそれが阪神にとってはですね、結構こう大変やったということで、死のロードって言われたりしてるんですけど、こう今のですね、その気候とか考えると、屋外球場でめちゃくちゃ暑いから体力だいぶ削られると思いますんでね、その、ビジターに行けばドーム球場ありますから、阪神はその、ホーム球場が甲子園ですからね、屋外ですから、まあこれはどうしようもないですが、ビジターはね、京セラも、京セラはまあまあホームで使いますが、まあ東京ドームもあれば、名古屋もあるしですね、こういったとこ使えますので、まあまあ、ロードに出てる時の方が、まあ、調子はね、こう、なんていうんですか、体力は削られなくて済むのかなと。今、移動もね、宿舎もそんなに、劣悪じゃないですからね。昔も移動もですね、宿舎ももう大変っていう中で、やっぱりロードね、大変っていうところだったんですけども、最近はまあ、そうでもないのかなというところで、まあ、どっちにしろ、ここから先のですね、8月、9月っていうのが、まあ、巻き返しの、阪神にとってはですね、まあ、月にしていかないと連覇というのは見えてこないということですよね。で、そのロードに出る、まあ、最後の、まあ、甲子園の、まあ、6連戦かなんかかな。2カードやって、甲子園を明け渡すっていう感じなんですけど、そのうちの1つ目のですね、中日戦ということで、まあ、昨日はいい形でですね、勝ちまして、まあ、小笠原だったんで、ね、なかなか点取れないかなっていうところやったんですけども、まあ、森下がですね、スリーランホームランを打って、まあ、これ突き放してですね、まあ、快勝という形ですよね。で、今日はですね、まあ、カード二つ目ということで、メヒアですね、メヒア。それから、阪神の方は大竹ということですよね。で、大竹はですね、意外とこう中日は相性悪いというか、結構打たれている野手が、バッターが多いっていう感じですよね、大竹は。まあ、メヒアの方もそんなに今シーズン、まあ、調子良くなくてですね、まあ、防御率も悪いしですね、勝ち星も上がってないということで、ちょっとまあ、どういう対戦なのかね、蓋開けてみんなわからんっていう感じですよね。前回大竹はね、結構いいピッチングしてたのに点取られたっていう感じでしたから、まあ、ちょっと守備に足引っ張られたのとこね、ありますからね。そのまあ大竹なんか打たせて取るタイプのね、ピッチャーはその守備がこう盛り上げていかないといけないというところで、前回ちょっとその辺が足引っ張ったなっていうね、まあエラーとかね、直接の失点につながるミスっていうことではなかったですけれども、リズムをだいぶ悪くしたっていう感じでしたからね、今回はそういうことないようにしていきたいなっていう、まあそんな感じですよね。でまあ立ち上がりですけれども、まあ大竹投手今日は立ち上がり良かったですよね。まあ、いつも通りのですね、まあ、コントロールとかね、球のキレっていうのはありながら、いつにも増してスローボールっていうのは、なんか、やるたびにスローボールの割合が増えてきてるような気がしますよね、なんかね。最初はちょっとね、一試合のうち何球かね、投げて、ちょっとこうね、たまにこう、そんなのあるよっていうのを見せる程度やったのが、もう最近なんかどんどん増えてきて、結構もう序盤からですね、バンバンスローボール投げるみたいなですね、なんかそんな感じになってきてまして、だからスローボールが意外と使えるっていうのは分かってきたんかもしれない。使えるっていうのはそのコントロールできるっていうことですね。その結構その緩いね、100キロ台のカーブと70キロ台のカーブとさらに遅いスローボールみたいな3つぐらい遅い球ありまして、普通大体これストライク入らないことが多いんですけど、この辺が結構な割合でストライクが入るようになってきたんで、まあ、それでね結構こう割合増やしてんのかなというところですよね。だから昔で言うと星野信之さんみたいな投球ですよね。もうとにかくカーブ主体ですね。星野さんなんかもうカーブがメインみたいな。まっすぐとフォークはたまに投げるみたいな。割合で言うたらもう半分ぐらいカーブみたいなですね。まあ、そういう投球やったんですけど、まあ、星野さんはそのカーブがそのストライクをいつでも取れるっていう感じだったから、まあ、いけたわけですよね。
あの、大体カーブってなかなかね、ストライク入らないパターンが多いし、入るとしても甘くなったりね。カーブなんて甘めに入ったらホームランボールになりますから、低めのこう、四隅の角ギリギリにあのカーブが決まって いけば、まあまあ、やっぱりね、こう、抑えていけるんですけど、それがなかなか難しいっていうところで、だからその辺がその大竹投手も慣れてきたっていうのもあるし、練習してるっていうのもあるでしょうけど、結構カーブのコントロールがなんとなくまとまってきたっていうね、ストライク取れるようになっていう、まだこう甘く入ったり抜けてね、高めに外れたりっていうのはありますけども、まあそこそこの割合で取れるようになってきたっていうので、まあ増やしてんのかなと。いうところですよね。で、相手からしたら、まあ、たまにカーブ投げるわぐらいやったら、まあ、それも消しときゃいいだけの話ですから、そんなにね、まあ、たまにこう目線をこうずらすとかね、タイミングを外すっていう、まあ、そういったアクセント的にたまにカーブ投げるっていう感じだったんですけど、カーブが増えてくればですね、相手からしたらもうカーブを狙って打っていかないと、いけなくなるっていうね、そういうことになってきますよね。その、要するにカーブ捨てようって思ったら、もうカーブでストライク取られてしまうと追い込まれてしまいますから、カーブの割合が増えて、しかもそれでストライクが取れるようになってきたということは、相手もカーブを打ちに行かないといけないっていう風になってきますから、やっぱりちょっと相手に考えさす項目が一個増えるわけで、だそういった意味で、その、さっき言ったように、その、中日はですね、大竹投手結構打ってるバッターが多いので、まあ、そこに向けて多分バッテリーでいろいろこう考えてですね、まあ、同じくらいは取っても打たれるからちょっと変えていこうということで、まあ、今日は配球をですね、もうカーブ、スローボールっていうのをですね、だいぶ増やしてきたなっていう、まあ、そういう感じですし、それがまあ今日は、まあ、そこそこハマったんちゃうかなと。いうふうに思います。結構ですね、初球からカーブでね、それも100キロ台と70キロ台といろんなね、あの、カーブを使いながらそれでストライクを取って、ストライク先行でいけてますよね。で、今日はあの、球審がですね、結構広く取ってくれてましたよね。低めの、特に右バッターのインローですよね。右バッターのインローが結構広かったので、それでちょっと見逃し三振なんかね、奪ったりもしてましたし、相手からしたらちょっとこれは打てんで、みたいなですね、ところをストライクって取ってくれたので、これが非常に阪神にとってはまあ、良かったなっていう、そういうところですよね。結構、だから中田とかですね、カリステもそうかな、細川もそうですかね、そのインローのストライク、これはボールやと思って見逃したやつがストライクと言われて結構面食らったりね、する場面もありましたからね。だからこの辺が、まあ、今日はその、球審のストライクゾーンとの相性も良かったのかなと。だからこれでストライク先行でいけるわけですよね。で、追い込んだら、こっからあとはもうね、何が来るかわからんね、相手からしたらね、カーブが来るかもしれないから、だからまっすぐ待っといて、変化球に対応っていう風にしていかないといけないわけですけど、そこでこうズバッとインコースにね、行って、先ほど言ったようにインローのですね、その、結構広いところにズバッと決まって見逃し三振とかね、いうのもありましたから、この辺はまあ今日は非常にこう、大竹投手のまあね、タイミングでいけてたなという感じですよね。だから3回までパーフェクトですからね。非常に良かったなっていうところですよね。で、阪神の方はですね、打線の方、打つ方はですね、結構、あの、なんていうんですかね、昨日、今日と、まあまあ、触れてきたなっていう感じですよね。この、難しいところでね、相手のピッチャーが良ければですね、まあ、どんなバッターでもなかなか打てないんですけども、昨日、小笠原投手は比較的いい、ね、あの、投球してましたが、そこから点取れたっていうのも大きいし、今日のですね、メヒア投手もそんなに悪くは見えなかった。悪いようには見えなかったんですよね。まあ、序盤はですね、あんまりこう当たりのいいヒットじゃなくて、あの初回ね、阪神先制点取るんですけど、これ近本が内野安打でね、ボテボテの、ファーストゴロを、まあ、ちょっと相手連携がねミスって、まあ内野安打になっちゃったみたいな感じなんですけど、でこういう、まあ、だから当たり悪くてね、あの、内野安打で出塁をして、で2番中野が送ってですね、で3番の森下はあの見事なタイムリーヒットっていう感じだったんですけども、であの前側のポテンヒットもね、あの打ち取られた当たりですけども、それが2点タイムリーになるっていう、まあ、阪神からしたら、まあ、ちょっとラッキーな面もあってとは思うんですけど、ただこの、まあ、近本の内野安打にしろです、前側のポテンヒットにしろですね、やっぱりその、考え方というか、その打ち方、待ち方、打ち方というね、その追い込まれながらも、近本の方はもう叩きつけて、ゴロを打ってるわけですから、あの足のある選手ですからね、ゴロを打ちゃ何か起こるわけで、これをですね、ポン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 外野フライばっかり打ってるようでは何も起こらないということですから、この内野安打っていうのは非常にまあ近本からしたらこう、持ち味を発揮したというかですね、まあ、こういう当たりが増えてくればですね、
もっともっとリズム上がるし、出塁率も増えると思うんですけどね。もういつもいつもその綺麗なヒットを打とうとしすぎ、ですから、まあそういう意味では、この初回のですね、この内野安打っていうのは非常に大きかったなと。もちろんその最初からですね、当て逃げみたいなバッティングを しろということではないです。もちろんね、コツンと当ててですね、逃げ、もう当て逃げみたいな感じで、もう当ててすぐ走るみたいな感じだとバッティング崩しますしですね、相手からしたら怖くなくなりますのでね、ちゃんと振ると、きっちりヒットを狙いに行くという中で追い込まれたら、ゴロででも出塁、なんとか出塁するというその姿勢ですよね。最後の最後までですね、追い込まれて、ね、タイミングも合ってないのにもうヒットを狙いに行っても、これはなかなかヒットにならないわけですから、ヒット狙いに行くけれども、なかなかヒットにならなくて追い込まれてですね、タイミングも合わへん、なかなか難しいなってなったらですね、叩きつけるとかですね、そうなった時にこう、まあ、走り逃げ、当て逃げっていうようなものもあるとですね、なお良いということですね。その例えば、昔で言ったイチローなんかすごいね、ヒットメーカーでですね、当然長打もありますね、ホームランもありますしですね、当然綺麗なヒットもですね、まあ、いろんなヒットを打つわけで綺麗な人もあれば、ホームランもあるし、ポテンヒットもあるし、内野安打もあるわけですね。こういったいろいろなヒットの種類っていうのをこう、武器として持っとくっていうのは必要なのかなというふうに思います。だから近本からしたら、もうこのボテボテの当たりっていうのはですね、非常にこうもう少し武器として欲しいなというところなんですよね。だから イチローなんかは すごいですよね。そのボテボテの当たりを、要するにヒットを打ちに行って打ち損じて、それがボテボテの当たりになって内野安打になるというところまで計算してバッティングしてるわけですよね。でそのポテンヒットもそうですよね。レフトの前に落ちたんじゃなくて、レフトの前に落としたってね、本人言ってました。だからそういうような、いわゆるその狙ってポテンヒットを打つとね、野手のいないところにボールを運ぶっていうね、こういったところことが、まあ、できるのが、まあ、イチローのすごいところなんですけども、もちろん一郎と同じ成績が残せたら、それは言うことないですけど、それはなかなか難しい。ですけども、まあ、今日の初回のですね、内野安打みたいな、ああいうような打席が増えてくればですね、多少もう少し率も上がるし、相手も嫌がるっていうふうにはなってくるかなというふうに思いますけど、ちょっとこの辺はね、少し、まあ今日のね、第一打席のようなバッティングっていうのは、意図的にやっていってほしいなというところですよね。まあこれでまあ先制点取って、これでまあ阪神の方がまあ乗っていけたっていう感じですかね。だから、そんなに相手が自滅したとか崩れたとかじゃなくて、まあ、阪神の方がきっちりと打線をですね、繋いでいこうという意識が、まあ、ここ数試合は見られてきたのかな。だからたまたま点が取れてるんじゃなくて、ちゃんと点を取ろう、打線繋いでいこうという意図が、まあ、結果になって出てきてるのかなというところかなというふうに思います。だからバッティングの内容もだいぶ変わってきてますよね。その、狙い球を絞って追い込まれるまではきっちり振っていくと。いうことですよね。強くスイングかけていくということですね。今日もそうでしたよね。大山がタイムリー打ちましたけども、スリーボールノーストライクからね、振っていってタイムリーでしたけども、こんなんもね、なかなか見られないことだったんですね。今までね、スリーボールノーストライクはもう全部待てのサインが出てたと思うんですけど、ここはもう岡田監督はもう打てに変えたんでしょうね。で、きっちりとですね、これをきっちり打ってタイムリーですから、まあ、こういったのも非常にこう、これからですね、新しい阪神の攻撃のパターンとしては、有効になってくるのかなと。だから今まではフォアボール狙いというかね、フォアボールをもっと取っていこうぜということでしたから、当然スリーボールノーストライクは待てなんですよね。ここでボール球振ってね、なっちゃうとあれだと。これはもう待てで、球数を投げさす。で、フォアボールを選んで出塁するっていうところだったんですけども、こっから先ね、8月9月の戦いっていうのはもうとにかくもう早い段階で勝負をかけていくっていう、そういうような意図が見えるというかね、そういう意識が見えますよね、岡田監督の采配の中にね。だからきっちりと浅いカウントでは狙い球絞ってしっかり振っていくと、追い込まれたらセンター中心に打ち返していくっていうね、この姿勢っていうのが非常にこう今日もね随所に見られましたよね。非常に良かったのかなと。森下のねタイムリーはきっちり引っ張り込んだタイムリーに2つ追い込まれるまでにね、ちゃんとですね引っ張って、タイムリーを2本打ったということですよね。でこれも見事だし、で近本はですね、最初の打席はこう内野安打ね、それ以降はきっちりとセンターに打ち返して、ヒットということで、だから近本と今日森下が猛打賞3安打なんですけど、近本なんとこれね、今シーズン2回目の猛打賞ね、やっぱ少なすぎますよね。もう近本さん猛打賞の常連みたいなイメージですけど、ここに来てね、90試合ぐらい消化して、まだ2回目っていうのは、やっぱりこれ今までの阪神の打線の調子の悪さっていうのを物語ってるなっていう感じ。森下に至っては初猛打賞ですからね、ちょっと遅すぎますけど、まあようやくここに来て火がついてきたなっていう感じですね。きっちりと触れるようになってきてるし、追い込まれたらなんとかしようっていう姿勢も、まあ、ようやくここに来て見られてるなというところですよね。
で、2番の中野もですね、今日送りバント1個決めて、で、第2打席はエンドラン決めましてですね、第2打席も近本が出塁をして、これは綺麗なクリーンヒットで出塁してですね、で、まあ、盗塁ね、仕掛けてくるのかなと思ったんですけど、ここで、中野がですね、打っていて、あ、エンドランやなっていう感じで、ね、エンドランで、ファーストゴロだったんですけど、ファースト中田が取ってですね、で、セカンドチラッと見たらですね、させるかなと思って、あ、これあかん、させへんわと思って、ファーストにですね、ベースカバーに入ったピッチャーに投手したんですけど、中野の足の方が早かったっていうね、これも非常にこう、まあこういった攻めですよね。要するにね、足を生かしたね、今日は近本と中野2人とも足を生かした出塁っていうのがありましたから、こういうのをやっていくと相手嫌がるだろうし、当然出塁率も増えていくしですね、でランナー出塁したら相手何かしてくるかもしれないんでね、今日もねエンドランかけたようにでなったら、当然バッターに対する集中力もで散漫になるから、そこを狙ってですねきっちりと森下がこう、タイムリーを打っていったという非常にこういい流れになってますよね。この辺が非常にこう、だから今日は1番、2番、3番、それぞれが、それぞれの役割をきっちり果たしたということですよね。で4番の佐藤もですね、1打席、2打席はちょっとね、力んで打ち損じみたいな感じでしたけども、3打席目これ追い込まれてね、外の球、これ、森下がツーベースで出た後ですよね。森下がツーベースで出てチャンスで、佐藤っていう打席、第3打席ですけども、ここは追い込まれながら外のですね、変化球を逆方向にですね、だからこれも非常にこうコンパクトなね、軽打ですよね、軽打。でもあんなに軽く打っても左中間をね、二塁打になるわけですから、やっぱパワーあるわけですよね。で、これで佐藤にも打点がつくと。ああいうことね。で、さっき、言ったように、大山がですね、スリーボールのストライクからきっちり引っ張り込んでタイムリーを打つと。この辺が非常にこう、意図が見えるようになってきましたね。打撃のですね、バッターボックスでの意図っていうのは非常にこう、明確に、見えるようになってきました。ここはね、きっちりとこう、繋がってきたということですよね。で、まあ、6番に前側が入ってましたけど、前側のポテンヒットはあれはまあ、たまたまあっちに飛んだっていうね、ことですけれども、まあ、あれも多かったですよね。大きかったですよね。で、木浪にも今日もね、タイムリーが出たということで、非常にこう、まあ、打線がね、今日もよくつながったなっていう感じで、これを続けていってくれたら、まあ、そこそこ点が入るんじゃないのかな。まあ、今日まあ、そんなね、十何点とかね、今日の7点とか、まあ、ここまで取れるかどうか分かりませんけど、今まで1試合に1点か2点しか取れなかったのは、3点、4点取るだけで違うわけですからね、ちょっと増えるだけでも全然違うわけですから、ピッチャーが、まあ、ただね、ピッチャーもここから先へばってくる時期ですからね、やっぱり打ち勝っていかなダメですからね、ここから先はね、なかなか今までピッチャーも今まで通りの投球っていうのはなかなかできてこないくなね、疲れてくるわけですから、やっぱりバッターが打って勝っていく必要があるのかな。ただまあそんな中でですね、今日の大竹のピッチングなんかは非常に省エネというかですね、力投派じゃないですからね、150のストレートをバンバン投げるっていうね、そういうタイプじゃないですから、どっちかっていうとこう投球術でこうかわしていくっていう感じですから、まあ夏場になってですね、こう体力削られてくると速球派のピッチャーっていうのはやっぱりね、球威が落ちたりしますけども、まあ、その辺はまあ、阪神はですね、あんまり速球派のピッチャーっていうのは数いませんから、才木ぐらいですよね。あとは全部こう技術で抑えていくっていうタイプですから、まあ、体力もですね、まあ、持ちやすいんちゃうかなというところで、まあ、ここから先に8月9月ね、暑い時期になっていくと阪神に少しね、有利な風が吹いてくるんかなというふうにちょっと期待はね、してるんですけども。はい。まだ何もともあれ、まあ今日はきっちりと打線が繋がってですね、7点取って。で、大竹もですね、ほんまやったら7回までやったはずやったんですけど、まあ完封かかってましたからね。で、志願して8回も行って、8回に1点取られて。で、まあ9回。は、変わったっていう感じなんですけども、まあ、大竹もですね、まあ、まあまあ、いい感じ、今日はね、非常に。ただね、今日ね、大変やったら、もう、先頭バッターをひたすら出してたんですね。先頭バッターを、何回も何回も出してましたから、ちょっとこの辺がね、気になるところではあったんですけど、ただまあ、かなり早い段階で大量リード取りましたからね、5点リードとかね、取りましたから、その、リード取った、時に何が一番いかんのかって言ったらフォアボールですからね、当然ね。その辺はだから大竹として今日はね、意識してましたよね。だからまあ、打たれるのはええと。フォアボールが一番いかんと、こういうね、展開の中では。っていうところで、フォアボールはまあ最後1個出しましたけども、その途中はずっとこう出さずにいってたので、だからまあ、カウント悪くしてもとりあえずゾーン内で勝負と。打たれてもいいからゾーンに投げるという。これは徹底されてましたからね。だからヒットは出るけども、なかなかこう、点にはならないっていうのをうまく、今日はね、粘りのピッチングで抑えてたなというふうに思います。ここにフォアボールが絡んでくるとね、この1点を怖がってですね、ギリギリ狙ってフォアボールになってくると、ここでたまにヒットが出ると点になったりして打線がつながっちゃうんですけども、今日はもうとにかくゾーンの中に投げ込むっていうところを徹底してたということで、まあ、非常にこうフォアボールなしでいけてたっていうのが良、まあ、かったのかな。だからヒットは打たれてますけどね、なかなか打線をつなげさせなかったっていうのがね、今日は非常に良、かったのかなというふうに思います。
で、問題は最後の回ね、カジヤが出てきてですね、あの、7対1でしたから、このままカジヤがですね、スッと抑えてですね、何事もなく、こう、試合終了っていうふうにしたかったんですけど、カジヤがちょっとね、荒れてましてですね、結局2点取られて7対3になりましたから、ちょっとこれは、余計な失点やったな。最後、岩崎出てきましたからね。これ、岩崎温存も、当然使わずに今日勝たないといけない展開だったのに、これ、岩崎を出さざるを得なくなったっていうのは、これはちょっとね、カジヤはちょっとこれ、反省をしてもらいたいなというところです。まあ、もう次チャンスあるかどうか微妙ですからね。ちょっとここ数試合、不安定な投球続いてますから、もしかしたら、次のカードを行くときに入れ替えということになるかもしれませんね。今の内容だとちょっと岡田監督からしたら一軍では、使いづらいなというふうに判断しててもおかしくないですよね。で、まあ、あの、最後はね、パスボールでね、振り逃げでっていうのがありましたんで、あれはちょっと坂本のね、あれは良くなかったなというふうに思うんですけども、だからまあ、その、今日はもうとにかく7対1のまま逃げ切らないかん試合だったところを7対3にされて、岩崎まで引っ張り出されたっていうのはちょっと今日は余計だったなというね、その辺をね、きっちりできるようになっていけばですね、だからもうほんまに好き見せだったらダメなんですね。ちょっとした好きでも見せたらダメっていうね、こっから先はもう、結果にこだわって一戦必勝でですね、勝ちを拾っていくっていうね、そういう戦いに変わっていくわけですから、今まではまあ、布石、五で打った布石とかね、そういったことですけども、こっから先はもうしのぎ合い削り合いになってきますんで、もうとにかく勝っていかないといけない、勝っていかない。で、戦力は温存しながらですね、勝てるべきところを勝っていくというところで、だからそういった意味でいくと、今日のカジヤのピッチングっていうのはちょっといただけないというところですね。この辺をどう考えるかね、2軍で調子のいい選手と変えるのか、もしくは、一軍でですね、配置転換をするっていう可能性もありますよね。石黒がまだ1回しか投げてませんが、石黒がいいピッチングするようだったら、そのままですね、勝ちパターンの方に入っていく可能性もありますし、まあ、2軍で頑張ってるピッチャーを上げてくるね、2軍でリフレッシュで行ってるピッチャーいますからね、島本とかも少し休憩で2軍いますし、漆原も少し今2軍でね、リフレッシュしてますから、この辺が戻ってくれば、また1軍でっていうことになるかもしれません。岩佐も当然いますしですね、西純也だっているし、まあ、いっぱいいるわけです、2軍にね。だから、どういった、こっから先、どういったやりくりで、この夏場を乗り切っていくのかっていうのは、まあ、これはもう本当に、岡田監督の手腕の見せ所だし、得意なところですからね。岡田監督がこういうの、ピッチャー起用ってのは意外と得意なんで。まあ、この辺から先はですね、まあ、阪神の、こう、なんていうんですかね、こう、ステージというかね、阪神の戦いが、できて、いくように、まあ、まあ、そうならないと連覇絶対無理ですからね、主導権を握って、試合を進めていってほしいなというふうに思います。で、この中日3連戦はこれ連勝できましたから、これ明日勝って、これは何としてもね、これは2勝1敗でええわではなくて、これは明日何としても取って、何としても3連勝するということが必要ですよね。今、巨人とね、DeNA が今やってますけども、DeNA がちょっとね、オースティンが抜けたっていうのも痛いしですね、今日もですね、先発ピッチャーの平が急遽体調不良でこうね、先発が変わってですね、山崎康明が先発するとかね、ちょっとバタついてまして、まあ、巨人が2連勝できてますから、巨人が今首位ですよね、首位と阪神、4位阪神の差が 3.5 なんですけど、ここ変わってないですね、両方とも勝ってますからね。で、DeNA がちょっと差が脱落していったっていう感じですね。で、まあ、広島も今日負けたっていうことですから、ここから先は巨人が一つ目標になるわけですから、巨人とのこのゲーム差っていうのは絶対離されないようにしないといかんということでいくと、まあ、今の DeNA と巨人だったら巨人3立て十分考えられますから、これはもうどうやって頑張ってもですね、やっぱり阪神の方もなんとかしてこう中日は3立てしておかないといけないということですから、明日結構大事になってきますんで、そういった意味で明日の試合もですね、こう注目していきたいなというふうに思っております。はい、ということで今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。